ホームホーム、中川駅は、神奈川県横浜市鈴木区中川一丁目にある、横浜市営地下鉄ブルーラインの駅である。駅番号は B31 で、東京都市大横浜キャンパス前という副名称がある。江北ニュータウンの北西部に位置する地下駅。周囲は、なだらかな丘陵に囲まれた坂の町で、ヨーロッパの街並みを基調に住居地域と、 商業地域の調和の取れた街づくりが進められている。地上部は出入り口2カ所と西側の駐車場内にある避難階段併設の倉庫棟からなる。当駅の建設に伴い、駅の南側に都市計画道路、牛久保中川線が整備された。駅舎のデザインは中川センター地区警官計画のイメージテーマであるネオロマンチックを基準にしており、 出入り口の外装はヨーロッパ調で落ち着きのある表情を持つデザインとし、見影石状の吹き付けタイルにより石張りのイメージで仕上げられている。また、地下1 2階のドライエリアに接する壁の一部をガラス窓にすることで地下空間に広がりを見せている。一番出入り口に設置されたパブリックアート。横浜彫刻店出品作品。レイクブクラ。 集う人たち町名から取られた。中川の由来は、1889年に、鈴木軍の大棚、山田、勝田、牛久保、茅ヶ崎の各村が合併した際、早渕川が合併村域に流れ、村の中心を形成していたことによるもの。1939年に、横浜市港北区に編入された際、大技大棚の西半分が、 旧村名をとって中川町となっていた。相対式ホーム2面2線を有する地下駅であるが、外から光を取り入れることができるように工夫された構造となっている。改札口は地下1階にあり、ホームは地下2階にある。待合室はない。トイレは地下1階にある。エレベーターは改札外ホームと出入り口1に設置されている。 エスカレーターは改札外ホーム及び出入り口1.2に設置。2019年度の1日平均乗降人員は18,872人である。近年の1日平均乗降乗車人員推移は下記の通り。現在は駅周辺を運行する路線は存在しない。以前は駅出入り口近くに中川駅停留所があり、 東急バスの路線バスが発着していたが廃止された。また、少し離れたところに、中川駅入口停留所があり、あざみの駅と市が、尾駅を結ぶ横浜市へ、バス33系統が発着していたが、2013年3月29日を、もって廃止された。ありがとうございます。